半世紀以上前に愛知県で開発された国産初の旅客機 YS-11 がきょう、今日鳥取県の航空自衛隊基地から故郷に帰ってきました。えー、見えてきました。152号機が最後のフライトを終えて着陸態勢に入ります。午後3時過ぎ、航空自衛隊小牧基地に着陸した国産初の旅客機 YS-11。 1950年代に富山町で開発が始まり62年に現在の県営名古屋空港で初飛行に成功しました戦後復興の象徴として東京オリンピックの聖火の輸送にも使われましたが採算の悪化か,から73年に生産が打ち切られました2006年には民間路線から引退その後は航空自衛隊で使われてきましたがきょう人員輸送専用機として最後のフライトを終えました え見てくださいプロペラがかなり大きいのが分かりますね実はこの y s 1 1 1 5 2号機、今年11月に県営名古屋空港の隣にオープン予定の愛知航空ミュージアムで展示されます52年間、本当に、ね、お疲れ様でしたというふうに申し上げたいなと、また多くの、ね、県民の皆さんにご覧をいただいて、ね、理解を深めていただければありがたいなと、そういうふうに思ってます。 国産初のジェット旅客機、MRJ の開発で、東海地方の航空機産業は再び脚光を浴びつつありますが、YS11 がすぐ近くで、その発展を見守ることになります。